い、皆さんこんにちは。こんにちは。お、珍しい位置関係ですね、今日ね。デビュー戦です。はい、じゃあ今日も来ていただきましょう。はい、わっしょい。わっしょい。よいしょ。よいしょ。さあ、ね、春先に向けてその日本ボクシング界で盛り上がってきましたね、ケイさんね。わしはよいしょ。はい、何なんでしょう、今の空間は何だったんでしょう。さあ、4月の8日ですかね、あのいよいよね、帝拳事務からデビューが決まりました那須川天心選手、決まりました ね、デビュー戦決まりました。それで、今回このデビュー戦にあたっていろいろまだあの正式な情報が出てないんですが、はい、一部ではこの日世界タイトルがね2試合入ってるんですけど、 それを差し置いてでのメインじゃねえのみたいなっていう話も出てます。まあ、順番だけが最後だったとね。順番だけはね、まあ、メインではないですみたいな。ね、でもこのガチポスターマダガスもね、すごいっすね。ど真ん中じゃないですか、あれ。あ、すごいっすね。アマゾンプライムの。それはもうあれさ、ジムの力ですわ。やっぱ、Tケンさんですか。世界の Tケンですから。そうですね。ちょっとじゃあ、これについていろいろね、はい、していきたいと思います。うん、はい、じゃあ、これです。はい、さあ、4月8日、この日、僕メインはあれだと思ったんですけどね、ケンシロウ選手の統一戦があるから、この試合もね、かなり確率でケンシロウ選手統一するような、そうですね、僕は思ってるんですが、で、あといよいよ、モンスターの弟のタクマ選手、ね、あのチャンピオン決定戦に WBA でしたっけね、確かね、バンタム級の方で行かれますが、しかもその2試合を差し置いて、なんと那須川天心選手がメインじゃないのか、そうですね、6回戦ですよね。デビュー戦で、デビュー戦ですね。で、対戦相手が、日本2位になるのかな、今、ですよね、日本4、ごめんなさい、ちょっとランキング4位でしたっけ、なんか見たら4位、でも日本ランキングの上位の選手ですね、与那覇、ゆうき選手でした、はい、塾長の後輩じゃないですか。あ、今日塾長いないんで、あれですけどね、直々の後輩さんですよね、が那須川天心選手のデビュー戦の対戦相手という形で練習したことあるのかな、一緒。どうなんだろう。でもありそうですよね。あ、でもなんか僕スパーしてたって聞きましたよ、塾長。へぇ、はい、すごいいい選手。あ、そうか、会長もあるって言ってましたもんね。っていうか、ケイセさんとワイトさん、実際試合見られたことあるんじゃない。ああ、そうです。矢吹選手の前、はい、そうですね、その時どんな感じでした、会場で見て。いや、昇竜拳で倒しました。昇竜拳、昇竜拳、昇竜拳倒しました。いいの、そんなこと言って。いや、負けに昇竜拳、本当に昇竜拳だよ。責任持ってくれないね。責任持ってる。いや、待って、すごいよ、その一言が、やっぱり誰かを傷つけてしまう、傷つけたりとか貶めたりするよくないと思います。剣は剣よりも強しても強しても強かったですね。そうです。やっぱ日本ランキング入ってる選手ですからね、大したもん、強い選手だと思うんですが、はい、さあその選手をいきなりね、デビュー戦で、すごいよ、ね、そうですね。でも考えてみれば村田選手もあれですもんね、いきなりデビュー戦東洋チャンピオンだったじゃないですか。ああ、すごいですね、柴田選手、柴田選手で2回目だからね、あれは。そうですね、確かに経験だもんね。そこが経験、そこが経験なんですよ。そうです、世界経験。那須川選手もね、まあ格闘技経験あるとはいえデビュー戦ですからね。そうですね。なんでボクシングに転向してきたんですか。それはもうあれじゃないですか、結局そのキックボクシング、あれキックボクシングだっけ。そうですね、キックボクシング、キックボクシングって要は全世界共通じゃないですかね、あれは。そんなにはどうなんですかね、ボクシングの方がやっぱそのメジャーだし、ワールドワイドってこと、っていうこと、英語で言えばでも今あれじゃないですか、総合系がすごい、ああ、まあ、そうですね、広まってるから、総合格闘技はね、もうほぼワールドワイドになってますけど、多分あれじゃないですかね、アジアの方があれなのかな、聞くのは。ああ、そうじゃないですか、絶対アジアです、東南アジア、そうそうそう、だからタイとか、そうですね、そうですね、フィリピンとか、フィリピンとか、多分でも最終的にある程度のね、頂上まで行ったら、はい、どっちが稼げるのって言ったら多分ボクシングのような気がするんですよ。ああ、そうですよね、今年人の輩だもんね、人の輩ですね、60、50でしたっけな、そうですよね、年が、
いやだからその辺を踏まえて、キックじゃなくて国際式の方にね転向してきたんじゃないかなと思うんですが、さあ、じゃあケイさん、那須川選手はどうですか、よいしょ、ボクシングセンスは見てどう思います？いや、めちゃくちゃあると思いますね、はい、カウンターも取れるし、勘がすごいやっぱりいいですよね、あ、勘いいですよね、反射神経、動体視力めちゃくちゃいいんじゃないですか、スピードもすごいですね、あー、なるほど、ケイさんどう思われますか、那須川選手、あ、僕ですか、びっくりした今、びっくりした今、申し今わざとやってるのかと思ったそうそうそうリアルだったんで経営さんって言ったからそうですそうです塾長の塾長呼ばれたかと思ってまだ来てないよやっぱりすごいいい選手だと思いますしスピードもあるし花もあるし、やっぱりこういいですね、あそう経営さんちょっとお伺いしたいんですけど、はい、経営さんのジムでも割と総合系の方がトレーニング来られるじゃないですか、はい、総合系の方ってやっぱ距離って違うんですかボクシングと距離はそうですね、距離は違いますし、うん、距離違いますし、パンチとかはやっぱり、まだまだこう、来たばかりの時はうまくないですね、あそう打撃に関してはこう弱いですね、掴んだりするのは強いんですけど、打撃に関してはまだまだこう、はい。なるほど、なるほど。でも僕は思うのは、那須川選手って、まあ、キックの選手じゃないですか、はいはい、だからパンチがなんかその要は体重乗ってないですよね、あー、分かるような気がします、こうカウンターとかだといいと思うんですけど、うんうん、こう体が前にあるとこれ回してるんですよ、ここに、なんていうんですかね、なんて言ったらいいんだろう、こう回転は速いですけど、ね、そう、回転速いですけど、体重が前にかかってないのでパンチがないのか、確かに、どう手打ちってこと、いや、その体の回転って言ってるんですよ、あ、これで、そう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 、なので、来た人には強いんですけど、相手って自分が行くに対してはあんまりそこまで強くないかなと思います。体重が前に乗ってないですよね、あんまりこうなんか。そうそうそう。なので、スピードは速いんですけど、はいはい、ただキックの人って後ろ体重だもんね、そうそうそう。あ、そうですね。ちょっと遠いですよ、やっぱり。なぜかというと、前に体重かけちゃうと、その足蹴られた時にもうめちゃめちゃ効いちゃいますよね、そうそうそう、体重が。なるほど、なるほど。はい、それもボクシングと違うことで。あとキックをやる人は、足があるからウェービングを絶対しないとか。あ、そうなんですね。こうやって、なるほど、なるほど。そう、そうやって聞いたことあるんです。自分からカウンターを前に行くのボクシングの人はベビーやるけど、下に頭下げないって言いましたね。なるほどね。はい、それがあるからかわかんないんですけど、僕は那須川選手の、まあその、変えてくるかわかんないんですけど、変えてくるかわかんないんですけど、なんか、こう、体重が前に勝ってないような感じがします。その辺は修正してくるんじゃないですか、プロですか。いや、でもするかもしれないですけど、でも、確かにスパーリングあまり出せなかったですもんね、左は。そうですね。ああ右しか出せなかったですね。要は手数は出てて、スピードもプロテストもね、ああいう動画とかも見たんですけど、あるんですけど、じゃあ、一発一発、本当に倒せるパンチなのって言ったら、うん、っていうところありますよね。あ、清水選手とか、T 剣 の, 山中チャンプとか、ああ、そうでしたね、後ろ体重してない。後ろ体重に、下駄足でジャブを。ああ、そっか、そう。なんか僕、その山中チャンプ見たときに、今までの その自分のボクシング、生でも見てるんですけど、試合会場で、今までのボクシングのそういうスタイルを覆されたなっていうのがありました。結局、こう、後ろのかかとって上げるっていうのがやっぱり教えられたじゃないですか。でも山中チャンプって、後ろのかかとつけてるじゃないですか。それでジャブ打つじゃないです。どうやって打ったんだ。あ、違ったかな。いやそうかもしれない。だから、それがセオリーじゃなくて、それで世界を取っちゃってるから、はいはいはい、もうすごいなって思いますね。あ、左足を浮かさないで打つってことですか？浮かさないでジャブ打ってた気がします、確か。はい、すいません、僕もちょっと発言は適当なこと言えないな、やっぱり。申し訳ないです。これ、ごめんなさい、僕も聞いた話なんで、真実かどうかわかんないですけど、昔、定型にモンスターレフトの西岡チャンピオンって言ってたんですよ。ああ、いました、いました。あの人もサウスポーで、左ストレートめちゃめちゃ強いんですけど、そうそうそう。あの人はアキレス腱2回切ってるんですよ。はい。ああ、切ってますね。だから、そういう…知ってるよ。すごい、詳しいね。ボクシングやってたんですか？やってたんですよ。ちょちょ、ありと。あの人はアキレス腱切ってる時に、確か左足だったと思うんですよ。多分、試合中切りましたね、確かね。練習じゃん、スパーリングです。スパーリングで。で、多分打ち方がだから、こう、なんていうんですか、左足をこう浮かさないで、こう、二ままでこうやって、体の回転で打ってたような気がするんで、
結構ここに負担かかるじゃないですか、それでなんかアキレス腱切ったような話もちらっと聞いたんじゃないですか。山中選手もだし、西岡選手もだし、なんかサウスポーで、その左に自信持ってる人って、みんな構え一緒な気がしますよね。でも、遠藤もさ、絶対まあまあそうですね、これだけは、あの、なんだっけ、山中選手と僕似てるなと思ったのは、名護選手とったんです、昔。ああ、いましたね、パンチ強い、はい、あの人も結構構えが似てるんですよね、山中選手と。だからこう、後ろに体重して、ここから要はこう、左足からグワーンっていくんですね。あ、確かにそういうスタイルですよね。西岡さんもそうなんですよね。そうですね、グワーンっていくので、いや、石原さんもそうなんですよ、僕の先輩の。ああ、石原さんそうですね。そうそう、そういうスタイルですね。左足かけていくので、でもそれもしかしたら西岡さんはアキレス腱切ったかもしれないです。だから相当、こう、足をこう、地につけることによって、まあ軸足ですよね、サウスポーン。そう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 、そう。だから負担がかかりますよね。相当こう、力で打つので。なるほど。後ろからこうだもんね。そう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 。ああ、なるほどね。でも、あの、低腱なんでね、多分サウスポーンのこう、教え方っていうのはもう、越に入ってると思うんで。そうそうですね。あ、まあ、あの、収めますもんね。そうそうそうか。だから多分これからね、いろいろそのパンチ力の強化とか、まあパンチ力って持ったもんなのかあれなんで、ただ打ち方とかそういう修正はね、多分してくるとは思うんですけど、多分キックからそのおそらくそのボクシングに変更するためにいろいろ変えてきたと思うんですよ。その変えてきたのは多分あの、武尊選手だった時に変わったなと思ったんですよ、ちょっと。あの試合もすごかったですよね。すごかったですね。すごい試合でした。さあ、あ、和田さん聞いてなかったですね。天心選手どうですか。いや、ちょっと分かんないですね。未知数ですね、全く。だからパンチがあるとかないかも分かんないし、スピードは結構そのね、その見た感じめちゃくちゃあるので、はいはい、あれでしょうけど、どの程度ダメージを相手に与えるかっていう。そうですね。多分バンタのスーパーバンタムあたりで戦っていくと思うんで、ある程度スピードは必須になってきますもんね。スピード、パンチのキレとか。で、あと、一部で言われてるのが、あの先にあのもうプロボクシングの方でデビューしてる武井選手。武井選手と戦ったら、武井選手ともし、天心選手、戦ったと仮定したらどうですかね。はい、でも僕はでも、あの那須川天心選手が勝つと思います。判定で。判定ですね。はい、ただ、武井選手が倒す可能性もあると。僕でもかわされると思うんですよね。あの大振りなんで、武井選手は。で、夏谷選手ってカウンター合わせるうまいので、で、スピードもあるじゃないですか。はいはい、フットワークもあると思うので、多分那須川選手は、あの武井選手の距離に入れないと思うんですよ。得意な距離に。その辺の距離を外してくるかもしれないですね。しますね、はい、はい。で、速い感じでババーってくるもんで、いなす感じで僕は勝つかなっていう。なるほど。します。まあでも、あれですね、日本チャンピオンクラスのも実力は、あるってことですよね。そういう話ですね。はい、でも世界に行こうと思ったら倒すパンチないとやっぱり無理ですよね。そうですね。そうですね。世界となるとやっぱパンチ力はね。花はすごいありますけどね。花ありますね。ボクシングでデビューして勝つことが目標じゃないはずだから。そうですね。世界そうです、ね、取るっていうのが目標なんで。そうですね。その辺はしっかりなんかちゃんと直してくるよね。まあ照準を合わせてくると思うんですけど、ね、ちゃんと、はい。まして、スーパーバンチが違うんだって。どんどん話変わるし。コロコロなんか発言マジ聞いてほしいっす。いや、本当にそう変わってくる。あっちの女、こっちの女。間違いないです。だスーパーバンタムだとあれですもんね、モンスターがね、これから戦っていく、やめてほしいのが、あの世間でいうその、モンスターと、じゃあ那須川天心選手がやってる、はい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 、もうあれもお門違いなんですよ、もうまあね、ちょっと物が違いますよね。物が違います、まだ早いんですよ、申し訳ないですけど。そうですね、そんなレベルじゃないですからね。そうですね。もしその那須川選手が世界チャンピオンになって、ようやく同等なんですよ。そうですね、まあ、同等がまあその挑戦できる権利だと思うんですね。まあ、そうですね、ランキングにも入ってないのに、その井上尚弥選手とどうかっていう、それはちょっと違う、話は違う。僕もそう思います。目のうちに積んどくってます。なるほど。ラオウのように。なるほど。僕のだって知り合いとかなんて、あの那須川天心とか井上尚弥がブレイキングダウン出たら、あれ絶対負けないのかなとか、そんなレベルの話してますからね。まあ競技は違いますからね。そうです、そういうことです。もの、ね、あの、はい、違うものですもんね。はい、そういうことです。だって、あの、あ、ごめんなさい。プロテストとかもプロの人やってるじゃないですか。うん、はい。見ましたね。見ました、もちろん。どうあれはあの僕が思ったのは、その天心すごいいいなと思うんですけど、うん、あのガードを下げ
って結構売ってるところがあってあ、はい、で、うん、あの僕はなんですけど僕の当時、うん、あのボクシングをちゃんとしたそのボクシングしないとその落とされるからそのガードを下げて あのガードを下げて打ってるのにあれでもプロテスト受かるんだって思いましたしかも B 級だしねそうです間違いないです受け厳しいよね厳しいですだから僕のまあ知り合いはガードを下げてメイウェザーみたいに戦ってたんですね、はい、そのプロテストで、で、まあ、その子落ちちゃったんですけど、なんでそんな戦い方をしたのって言ったら実はそのメイウェザーの真似じゃないですよ塾長の真似で塾長に憧れててで、まあ、塾長のその真似をしてそういう風に戦って、まあ、落ちちゃったんですけど、で、まあ、次からはそのちゃんとこういう風にやったらしいんですけどあ、ってことはもう L 字ガードでこういうふうにやったんですか？ L 字ガードですし、っていう、そうです。それで、まあ、那須選手がその、まあ、ガード下げて、まあ、本当はダメかもしれないですけど、まあ、そこはちょっと、まあ、うん、色目じゃない、色目ったら、まあ、失礼ですけど。まあ、ビジネス的な問題もありますからね。まあ、そう。本来許されないですからね。ああ、そうか。そういう視点から言うとそうですね。はい。だって、基本が全部できての話ですよね。間違いないです。死ぬ可能性ありますからね。そうです。本当は、C 級ならまだ、B 級だったら、本当はもう、しっかりして、あのジャブついてワンツー打ってとかそういう感じじゃないですか、ね、間違いないです。でも、まあ、確かにその経歴が言うのも分かると思うんですけど、はい、なるほど。と思いますね。なるほどね。はい、っていうのはちょっと思いましたね。逆にそこはちょっと勝つのかもしれないですね。はい。ガードが低いから当たる、まあ、距離詰めれば当たるっていうさ。確かに確かに。ボクシング本当甘くないです。でも、あの要は、なんですかね、点数をつけていく感じなんでしょうね、プロテストって。どうなんですか、それとも相対的な評価なんですか、うん、あこの選手いいなとかそういう感じの評価ちゃんとガードができてるのかとか外せるのかパンチ来たら避けれるのか避けた後打ち返せるのかやっぱりそういう基本的なことじゃないですか結局ダイモン取られても受かってる選手いますしそうですね、はい、それはもう一くくりには言えないかもしれないですねなんかボクシング時代変わってきてるんじゃないですかね例えばガードをしっかりするっていうのが例えばケイテさんの時代であればそういう合格基準みたいなところだったのが要はパンチをもらわないっていう判断になったときに、うん、要はガードが下がっててもパンチもらわなければそれは OK みたいになる可能性ってないですかそうなるかもしれないちょっと気になりましたね、そこがどうしてもうまいなっていうよりもそこがすごい僕気になっちゃってなるほど僕みたいな素人はね、その派手なところとかに目がいっちゃうからどうしてもスピード速いなとかはバンタム級1位の人でもやれるじゃんと思って見ちゃうけどやっぱプロの目を見るとそういう風ですよねはい、ガードしっかりしてるか、まあ、教えてる側だから、はい、気になるんで、確かに気になっちゃう。逆に日本一位の人とね、スパーして、ガードを下げたままでもこうやれるっていうの、あのセンスもあるってことですね。それはすごいことですわ。そういうことですよね。やっぱ格闘センスがあるんですね、やっぱそれは。そうでしょうね。そういうのはありますよね。日本一位を相手にして、それは思えできないですよ。できないですよ。あれなんか思ったら日本一の人。あれケイさん、あれですか日本元日本一位の方、ご存知なんですか すごいですよね。僕です。僕なんですけど、僕はその僕を相手にそのガードをこんな下げてやるなんて僕はもう一度もないですよ。恐ろしい、恐ろしいですよ。本当に。顔笑ってないかい。本当にそうです。本当にそうなんですよ。まあでも普通に考えればそうですよね。いきなりそのプロ試合じゃないですもんね。デビューにテストの段階で日本一の選手とガードを下げたままでこう、まあ、でもその前にスパリングとか相当やってるでしょうけどね。はい。そりゃそうですよね。でまして経験だったらもうね、いろんな選手いるでしょうから。ワンサーいますからね。そうですよね。環境はね、やっぱすごい素晴らしいところだと思いますんでね。まあでもこれからね、那須川選手、まああのボクシング界盛り上げるというのは、ね、そうですね。まあ間違いないのかなと思いますし。いいことですよね。人気だからその要は那須川選手ってやっぱ人気あるじゃないですか。はいはいはい。あのキックで。はい。その要はファンも引き連れてやっぱボクシング見るじゃないですか。そうですね。ボクシング業界ももうちょっとバーって盛り上がるかもしれないですよね。うん、さあでも最後にちょっとお三方に聞きたいんですが、もしよいしょこれで那須川選手がメインだったとしたらどう思いますか。あこの試合ですか。この4月8日の興行で。まあでもいやでもそのケンシロウ選手も井上拓馬選手も、はい、多分ここにやろうとは思ってると思います。思ってますけどそこはでも。もうあのジムの序列ですよ、うん、ビジネスですかやっぱビジネスサイドだと思います、うんうん、民放放送がなければね別に何時にやっても一緒ですもんねそうですね有料チャンネルでやるんだったら、うん、その見るとこだけ見るだろうしやる人は、うん、
で、あの、ね、過ぎてもアーカイブで見れますからね。そうですね、そうですね。テレビだとさ、あの、早く前の方が終わってもさ、呼び入れカードがあったりとかさ、あ、ありますね。なんとか、決まってます、ね、8時から8時に合わせるじゃないですか。あ、やってますもんね。そう、だから、そういうのじゃないから。でも、ああいう予備試合ね、で、準備してるボクサーの方大変ですよね。あれ、計量もちゃんとするんですよね。しますします。あれ、終わってからやってませんか、メインが終わってから。あ、やってます。前、ヨーコさんの時やってましたよ。あ、本当ですか。4回戦から終わってから。じゃあ、試合は行うわけですね。時間の問題で。絶対やってます。誰よりも声出してるけどね、みんな。わーって。うるさいよ。さっきより全然声出してるけど。そうですね。でも、メイン終わった後に試合ってきついっすね。僕は、僕やりました。え、本当ですか。石原さんの、あの、メインの後にやりました。え、A 級ボクサーの時です？あ、もちろん A 級ボクサーの時。マジですか？石田さん2回目の正解。そんなことあるんです。あ、時間調整とかね。いや、予備じゃないですけど、その、うん、なんかその試合の後にって言われて。何回戦ですか？でも10回戦ですよ。え、それ、どう、10回行ったらどうすんの？いや、その本当だから石田さんの後なんですよ、だから、うん、メインの後にやられてやって、だからもうお客さんみんな、まあ、あの石田さん負けたんで、うん、みんな帰ったのが僕入場しました、ね、マジですか？そう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 。え、それ民放あった？民放はありましたね。あ、じゃあその時間に合わせて。あ、テレビ局の要は放映時間に合わせてそういう感じなんですか。うわー、さす。あ、あれ、塾長。はい。あ、塾長。お疲れ様です。やっと見えた。やっと見えた。待ってたよ。今ちょうどあの後輩のとこです。そうそうそう。あの、今那須川天心選手の話してたんですよ。一言どうぞ。あの、対象なんてお知り合いですよね。そうですね。塾長の射程です。塾長、そこだとあの左肩しか入んないです。すいません。すいません。すいません。あ、実は大丈夫です。いやいや、最後に。塾長、ご無沙汰しております。お待ちしております。あの、与那選手とお知り合いでしたっけ？そうですね、はい。那須川選手ね。新生事務所所属時代の同僚です。なるほど。はい。うん、あのちょうど今締めようと思ったんで最後になんかあの、はい、激励エールを、ね、うん、どうですちなみに激励賞も激励賞本当にもう一方的にもうヨナハにはもう頑張ってほしいと、うん、はい、そうですね、そうだね、はい、後輩だからね、そうですね、やっぱ、はい、ね、ボクサーの先輩の意地を見せてほしいですね、うん、そうですね、はい、ボクサーとしてのやっぱりなんていうの、歯を食いしば食いしばって、はい、もう一撃を、はい、でもこれヨナ選手にとってもチャンスですね。チャンスです、チャンスです。そうね、勝てば、勝てそうにやるだろう。すごい注目は浴びますからね。もう人生変わりますよね、勝てばね。どんどんアグレッシブに攻めてほしいと思ってます。ありがとうございます。まあ、すごいタイミングで今の塾長が入ってきました。ありがとうございます。じゃあ、まだね、試合順は発表になってないんですけど、まあ、どういう試合順になるかね、また情報いろいろやりたいと思います。でもこの4月8日の興行ね、本当他にもいい試合あるんで、ありますね、ちょっとね、またいろいろ 3P で来ていきましょう。はい、はいはい、今日はお忙しい中、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも 3P チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございま す, いますよいしょマシよいしょマシはい、ケースから3つのお願いがあるんです。はい、1つ目はマイトさんお願いします。チャンネル登録と友達を紹介してください。お願いします。何人紹介するとケイスさんからサインがプレゼントされます。でもいらない。2つ目はケイ君、声ちっちゃい。ケイさんのフリースケーなんで、スリービーチャンネルを応援していただけたらと、ケイさんが喜ぶんで、よろしくお願いします。まあ、いい例ですね。で、3つ目は、彼女募集中です。よろしくお願いします。自分だけやる。違いますね、ちょっと。あの、コメントをぜひお願いします。あの、お一人一人必ず返しますので、ぜひお願いします。アンチ問わずお願いします。はい、アンチも待ってるぜ。お願いします。